えー、私が普段やっているその俳句の授業というのを体験していただこうかなと思います。俳句の授業を楽しむって言ったらいいですかね。でそのためには、えー、ということの中で一つには、えー、と俳句のですね読み方というか子供たちに俳句ってこんな風に読んでいくとあの楽しく読めるしちょっとこうパッと見て パッと感じた印象を語り合うというところから一段深く読み合うように読み合うことができるようになるよとそういうことをやっていくための、えー、俳その中でですね今回取り上げていくのは二、えー、句1章2つの句で1つの文章になるというか1つの,あの言葉のまとまりになる作品になるというタイプの俳句を例にしながら 取俳句っていうのはもちろんこういう作り方だけではありませんもうまさにあの途中にキレのない一生体の,あの俳句というのも多いですし必ずしもというわけじゃないんですが私がこれをこの,あの肉一生の形っていうのを中心に子どもたちに紹介してあげるのはあのこれが一つですね俳句というものの非常に本質的なというか 典型的なその作り方や考え方に触れることができるかなと思ってるからでありかつですね言葉と言葉が結びついてそこに何かこう生まれてくるものそういうそのなんて言うんですかね言葉の働きそのものについても何かしらあの気づきがあるかなと思ってこういうあのスタイルの俳句を取り上げていってるんですが後半は句会を楽しんだりしながらその肉一生で作るっていう。 考え方をやっっててみたいいなと思っていますこれから、えー、と例に取り上げる俳句は「松尾芭蕉」の句なんですが最も有名な句かなと世界中でも非常にこう有名な句かなと思うんですけど芭蕉の句というふうに言われたら頭の中にこう思い浮かぶのはどんな句でしょうかねお近くの方とちょっと話し合ってみましょうか。 中学生ぐらいだと話し合いながら「あれこれ場所だっけ?」とか始まるんですけど皆さん大丈夫ですか生徒たちと授業でする時はこれ英訳されてて世界中で有名なんですよなんて言ってこんなことも書いたりするんですね。さあ何の句句でしょう世界一有名な俳句こんな冗談でよく始めるんですがこの句です。 はい、松尾芭蕉の、まあ、多分世界で一番有名な句じゃないかなって日本人ならまず知らない人いないですよね。この句を使った授業の体験していただこうと思っているのですが、えっと、皆さんはこの句がメイクだメイクだと言われているのは多分ご存知だと思うんですけれども芭蕉を改言の一句もう俳句をねあの作っていくそのこの道に目覚めた一句だなんていう言われ方までするじゃあどこがそんなにメイクなんでしょう 映しておりますのはあのこれから国語の教員になろうとする先生というかねあの学生さんたちにあのちょっとね今日の本題とは少しずれるんですけど教材研究をねこう考えていく時の一つの,あの考え方っていうことをちょっとお話ししておこうかなとこのついでにですね私あのこの教材研究するときにそのこれ俳句に限らずね 文章の教材であればその読み物教材の場合であればその,その教材の「書く」と「鍵」っていう言葉を使ってそこを明らかにせよということをあの私自身があの教,教育法の授業なんかも担当してるのであのお話をするんですねあのお茶代の学生さんたちに話をするんですがこの鍵で開けて入っていけばそこに入れるっていうような意味の,あの比喩なんですけどね。 えー、その核心部分にに入るるための何か鍵になるでこれはまさに国語の教材の場合にはその表現だったりすると思うこの言葉だったりその表し方だったりすると思うんですけどたった一つの言葉にこう目を留めることでその部分その中心に迫ることができたりする。俳句をですねこう味わっていく俳句を読む授業って大体っていうか下手をすると「季語はどれでしょう?」 季節はいつでしょうでどんな情景でしょう想像してみましょうって言って全部それで終わるんですねそのパターンしかなかったりするはいえっ、ー、と俳句のレトリックっていうふうにあのありますけれども、えー、このねプリントを使って少しその表現の仕方に目を止める俳句鑑賞をしていってみようとさて、えー 肉一生の俳句を読むっていうのが意外とねその,この俳句を読む方法を考える意識を持たせていくのに効果的だっていう話を今してきたわけですけれどもいよいよじゃあねこれから先あの後半ではその「肉一生」での俳句の作法ということで俳句を作っていく方に生かしてみましょうという考え方なので ちょっと15分ほど撮ります時間を15分ほどとりますから体の,あの頭を休めつつちょっといろんな風景を眺めたりして材料ななりそううものかか見つけていきましょうか、ねえー、単語のメモでもいいですし頭の中とかあるいはこうねそれこそスマホとか持ってる方はカシャッとカシャッとやってくる形でもいいです。 ちょっと題材になりそうなものをちょっとメモしてくるといいかなと思います。ここに書いたものをグループの中でこう並べて相互批評の会と言いますかね、まさに句会ですね、をしていこうと思うんですね。点をつけていく形、点をつけていく形になるわけですが、予備を入れて7分間取ります。すいません。7分間取りますので、えー、この句はここがいいなというのを一つ一つの句について 自分の考えをね、えー、作っていただきたいと思います。それではまず天地人の句をそれぞれ3句ですね。えー、それぞれがこう持ち上げた状態で発表してっていただけますか。えー、本当にそれぞれはねいいあの、えー、句が出来上がったかなというふうには思います。えっ、ー、と改めてあの天に選ばれた5つの 国に対して大きな拍手いただければと思いますどうもありがとうございました